信じてる。離れ離れの日々は必ず終わりを迎えると。あらゆる苦難を忘れて。悪夢を見たのか。どういうことだ。心穏やかな状態ではいい夢を見るはずだが。いい夢だった。ただ目覚めたくなかったと。わらわは話術に長けておるが、慰めの言葉をかけるのは不得手だ。お前は十分に頑張った。その意志の強さや困難を恐れぬ心はわらわも知っておる。故にどのような夢であろうと、お前なら実現できると信じておる。無論その過程で何か危険な目にあったり疲れを感じたりしたら、わらわを尋ねるといい。何せ都市的にはわらわもお前の年長者と言えるのだから。